三井住友銀行本店ビルディングは東京都千代田区丸の内に立つ超高層ビルである。三井不動産が所有し、全館を三井住友銀行が沈借して本店として使用している。三井不動産にとっては丸の内地区での三棟目のオフィスビルとなる。本校では日比谷通りを挟んだ道港を大手町本部ビル跡に建てられ、 2015年7月から供用が開始された三井住友銀行東館についても記載する。日比谷通りと永代通りが交わる大手町、交差点南正確のこの地には、1974年に地上18階、地下4階建て、高さ80メートルの日本港関本社ビルが、竣工した。ビルは不動産証券化により、2001年5月23日、 日本ビルファンド投資法人に売却されるが、日本交換は同法人から沈借し、引き続き本社機能を置いた。2003年、日本交換と川崎製鉄の経営統合による JFE ホールディングス発足に伴い、名称は JFE ビルディングに改められた。2006年4月には、三井府が新宅受益権の一部を取得したが、翌年3月末で、 JFE スチールが退去することになった。このため、JFE ビルからの賃料が収入の大きな部分を占めていた。同等資法人は2006年4月24日付で既存の虎の門戸と平タワーなど5物件の権利を三井府と交換した。三井府は旧 JFE ビルが完成から30年以上が経過し、賃貸ビルとしての商品価値に見劣りが生じているとして建て替えを 決定、2007年4月より解体に着手し、三振ビルディングと日比谷三井ビルディングが一体で建て替えられることになり、日比谷三井ビルから本店の移転を余儀なくされた三井住友銀行に建て替えられたビルに新本店を構えること提案し、同行が受諾。2010年7月に三井住友銀行本店ビルディングが竣工した。本店ビルディングは、 地下鉄大手町駅に直結した地下4階、地上23階建て。旧 JFE ビルは大型の建築物であり、全体の後期39ヶ月のうち21ヶ月を地下、地上の解体に要した。施行にあたっては、平日日中の振動、騒音が問題となるオフィスビルと夜間や休日の静けさが要求されるシティホテルに隣接していることから、 24時間施行で夜間に騒音の少ない工程を当てた。通常のビル建設では1階から地下方向、上層外方向に工事を進める逆打ち工法が取られるが本店ビルディングでは地下部分の埋め戻しによる後期ロスを軽減するため地下の外周壁を残したまま地下4階から地下1階への RC の構築と1階に打設したスラブから 上層外方向への鉄骨の構築を並行して行う二段打ち工法が採用された。当面と西面は構造柱を外に張り出し、室内に柱が出ない作りとし、柱は室内への直射日光を遮る役割を持つ。外装は割肌の石材で仕上げられ、南面と北面は水平のルーバーも設置された。エレベータシャフトに隣接して光学を設け、 14、21、22階のエレベータホールには、自然光を取り入れたほか、水蓄熱システムや屋上緑化の導入、地域冷暖房の採用などにより、キャスビー基準 S ランクの環境性能を実現。オフィス空間は、天井高2、8メートル、約650坪の部柱スペースとし、耐震、セキュリティ、情報化対応において、 最新の設備を導入した。営業開始は2010年10月18日で、日比谷通りを挟んだ大手町本部ビルや日比谷三井ビル、東京宝塚ビルに分散していた本店機能を集約したが、一部の業務は大手町一丁目三井ビルディングで行っていた。大手町本部ビル後に建てられた地下鉄駅直結の地下4階地上29階建ての建物である。 本店ビルディングは三井不動産が建設し、一棟借りし、本社ビルとしているが、今回は三井住友銀行が自社ビルとして建設し、東館の完成をもって、日比谷大手町に分散していた本社機能の大手町への統合が完了した。二棟で本社機能を担う。本店ビルディング同様、伝統、先進性、本物をコンセプトに、 歴史ある皇居にほど近い立地に配慮し、かつ日本を代表するメガバンクにふさわしい風格を持ち、単なる装飾を廃し、機能や仕組みをデザインすることを胸とし、整備が進められた。外観は、低層階では、地区計画による景観ガイドラインに従って、おおむね31メートルの高さの質感のある石の基段を形成し、伝統と安定を表現。構想部は、 本店ビルディング同様、石と金属の対比によって、先進性を表現しながら、単なる表層の飾りではなく、構造、環境配慮を融合したデザインを、さらに発展させたものとしている。基準外事務室は、ダブルスキンによって、主要幹線道路からの騒音が緩和され、キャビティ内に構造柱を配することによって、オフィスに全く柱型のないフレキシブルな、執務空間が作り出されている。 事業継続計画に配慮した計画とし、主要機械室の地上化による水害対策を講じたほか、大災害によるインフラと絶時にも施設を数時間稼働できるような電源、熱源の冗長構成とし、災害に強い銀行ビルを具現化。また、各種環境配慮の取り組みにより、2015年6月、キャスビー・ S クラス認証を取得している。本部部署及び、 関連会社のほか、6階には、東京健康サポート室が入る。地下1階地上3階の一角に設けられた、スペースである。地下1階に、店舗、1階に開放的なロビー空間で、企画展や、ロビーコンサートなども開催される、アースガーデン、2階に、体験型ミュージアムである、金融、地のランドスケープ、3階にロールバックチェア方式による、最大で、 約500名収容の多目的ホールである SMBC ホールが配された。ありがとうございます。